自民党の茂木幹事長はフィリピンのマニラで記者団に対し日銀が政策金利を0.25%に引き上げることを決めたことなどについて金融政策の正常化は望ましい方向だと理解を示しましたその上で外国為替市場で1ドル146円台まで円高が進み日経平均株価が過去2番目の下げ幅となったことをめぐり 金融政策と株価の動きや為替の動きを関連づけるのは難しいとの認識を示しました。